やっぱコンパとか、あと学校とか会社とか友達同士とか。Hey guys、どうもナナシャリーサです。いつも動画見ていただいてありがとうございます。第一印象を良くする自己紹介についてお話しようと思います。第一印象って大事っていうじゃないですか。だいたい人って7秒から2分の間の印象が第一印象に残りやすいっていうふうに言われてるんですけど、一度決まってしまったその印象を変えるのに何年ぐらいかかると思いますか？実は7年ぐらいかかるっていうふうに言われてるんですよ。それぐらい第一印象ってすごく大事なんですけれども、ではじゃあその第一印象を良くするためにどういう自分に見せたいか、うまい自己紹介の仕方を今日はご紹介しようと思います。これは例えばコンパとか、あと学校とか会社とか友達同士とか商談とかね、いろんなシーンで使える方法なので、よかったら今皆さんも一緒に実践をしてほしいんですけれども、まず3ポイント決めるということです。自分の特徴をですね、あんまり自己紹介の中に盛り込みすぎてもよくないし、逆に単調しすぎても印象に残らないということで、3つぐらい言えるといいですね。例えば私の場合だったらキーワードで言いますと、ハリウッド、英語、YouTube の出し方なんですけど、まず自分の特徴をバーッと書き出してみる。例えば単語とかでいいんですよ。もうアメリカ、なんだろうな、セレブが好きみたいな、本が好き、海外ドラマ、そういうとこでいいんですよ。書き出していって、でその中で見せたいシーンで選んでいったりとか、自分の中でこう定型文みたいな感じで作るとね、すごい役に立ちます。で例えば読書が好きとかっていうのって個性にならないんじゃないかって思うかもしれないんですけど、例えば本が好きすぎて1日に本当に10冊ぐらい読んじゃうこともあるんですっていうと、よりこうイメージが湧きやすいでしょ。スター・ウォーズが好きすぎて実際のその本人にも会っちゃったぐらい好きなんですよっていう風に印象に残るお話ができるじゃないですか。でそういう話をまあマックスでも3つぐらいこう織り込めて、自己紹介すると非常に印象に残りやすいんじゃないかなと思います。私の場合は結構シーンとかに使い分けていて、ここでは例えば YouTube と英語が好きっていうことを伝えようとか、こっちでは「スター・ウォーズ」が好きってことと、本が好きっていうこととかっていうふうに、ちょっと知的に見せたかったら英語と読書と、あと心理学とか好きですよ、コミュニケーション術です勉強してますよとかね、そういう感じで使い分けることができるので、皆さんもぜひね、一回書き出してみて、素晴らしいプロフィールをね、素晴らしい自己紹介を一度作ってみてください。で私個人的にやっぱり長すぎる自己紹介はね、良くないです。皆さん飽き飽きしちゃうから、もう本当に端的に「これとこれとこれです」みたいな、こうこうこうです、よろしくお願いしますぐらいの方が初めはいいです。たまに結構長々とね、こう演説じゃないかと思うぐらい自己紹介する人とかもいるんですけれども、まあポイントを絞って短めに、そして印象に残るようにするのがいいかなと思います。皆さんもぜひ使ってみてください。では、 See you! 無料のアプリ「ドキドキライブ」で生放送しています。遊びに来てね。共に頑張るチャンネル登録者のみんなはアリーザの一員です。更新情報が届くので、ぜひぜひ画像をタップ、もしくはクリックしてチャンネル登録お願いします。 Subscribe please。 10万人達成したらオフ会をやりましょう。みんなのコメントやグッドボタンが私のモチベーションです。応援よろしくお願いします。